国会議員なんであんな居眠りしまくってんのに給料下がれへんねやってことですね。多分私ね、あれね、眠たくて寝てるんじゃないと思うんですよ。出ますかね。ちょっと居眠りされてるような方々のね、画像を見ていただきたいんですけど、これね、多分寝てるんじゃないんですよ。これはね、居眠りじゃないなって私思うんです。多分ここまでの落ち方は薬盛られてんじゃないかなっていう心配してます。これやばいぞと、誰か薬持ってんじゃねえのかみたいなことを心配してんです。本当に、いや心配してます。はい、はっきり言っちゃったら国会の中眠たくなるんですよ。眠たくなる。どうしてかって緊張感ない場所だから、ゆるゆるのだるだるなんですよ。で、例えばですけど、野党側だったら与党側に対してちょっと鋭い質問とかするわけですよね。だからまたこうそのやり取りが面白くて見れるんですけど、自民党から自民党に大臣とかに、で公明党から公明なんだろうな、内閣に対して質問する中身とかっていうのは本当にもうよいしょばっかりで、もう本当に議場で戻しそうになります。ごめんなさい、こんなこと言っちゃって。